日野、リエッセ、リエッセとは、かつて J バスが製造し、日野自動車へ供給されていた、マイクロバス、小型路線バス。1996年5月より、トヨタ自動車との総合 OEM を開始。トヨタから日野へ、トヨタコースターを、リエッセ2として、OEM 供給し、2003年まで、日野からトヨタへ、リエッセ RXK を、コースター R として、 OEM 供給していた。2003年より、イスズ自動車へ、ジャーニー J として、OEM 供給していたが、2004年8月の、モデルチェンジ以降は、日の、いすずの統合モデルとなり、J バスから両社へ供給される形に変更された。本校では、これらの OEM 車種であるコースター R 及び、ジャーニー J についても述べる。また日の、 レインボーシリーズのうち1985年に発売され、リエステの前身となった2メートル幅の小型バスレイン RBAB 系についても本校で合わせて解説する。陶器時にて扱う初車種の販売時系列は以下の通り。また、PBRX 以降のグレードは以下の通り。日の問い鈴でグレードの故障が一部異なる。 1985年2月にデビュー。車幅2メートル、全長7メートルクラスの小型車で、車幅2.3メートルクラスのレインボー AC 系より、さらに小型のモデルである。RB 系はクラス初のリアエンジン車、AB 系は他社のマイクロバス同様のフロントエンジン車である。外観はどちらもハイルーフロングボディ仕様に相当するもので、共通のものとなっていた。 RB 系はリアエンジンであることが変われ、後に中扉専用から前扉化された。自家用やレンタカー用が多いが、RB 系は路線用としても多くが販売された。3速オートマチックや速度感応式、パワーステアリングの装備が追加されたのも特徴的であった。AB 系はリフト付きや用事専用車なども製造された。1995年8月のリエッセ。 RXK へのモデルチェンジまで、日の自動車の最小クラスのバスとして、RBK AB、ABK ともに製造された。1985年2月発売、RBK はリアエンジンを採用したのが特徴である。エンジンは、PRB115AA 型が、W04D 型、時期4無下級、115PS、PRB145AA 型が、 W04CT 型、直四ターボ付け、145PS となった。クラス唯一のリアエンジンという独特のジャンルを確立した。同時に発売された AB 系はフロントエンジンである以外は RB 系と変わらないデザインである。PAB115AA 型の一機種で、エンジンは W04D 型が搭載される。1990年2月に、 平成元年排出ガス規制適合。RB 系は URB1 和が型のエンジンを W04CT 型、直気4ターボ付き 140PS。URB2 和がのエンジンは W04D 型、直気4無加級、120PS とした。AB 系はエンジンは W04D 型、直気4無加級、120PS として UAB2 和がとした。 フロントリアデザインをマイナーチェンジした他細部が改良されている。1992年のモデルチェンジで r b 系はホイールベースを縮小して前扉仕様を追加した。前扉仕様は路線バス用としてもふさわしく前後にドア仕様も登場しコミュニティバスやローカル路線などの小規模需要にも応えることとなった。また特装用銅柄車も設定された。 エンジンは、前扉仕様、形式 URB1 インヤが、W04CTI 型、直四ターボインタークーラー付き、165PS、もしくは、W04CT 型、直四ターボ付き、140PS でグレードによって、搭載される。また、中扉仕様も継続され、エンジンは、W04D 型、直四無下級、120PS が搭載される。 トルクコンバーター式三速オートマチック車、トランスミッションは、エクセティ製パッドムが1993年に追加され、ターボインタークーラー付きの機種に設定される。また、前扉仕様は、車速感を押きパワーステアリングも標準装備となった。AB 系は、フロントエンジンを活かして、後部にリフトを装備できた。宮園自動車向けなどには、 後部オーバーハングを延長して収容力を向上させたタイプも納入されている。1995年の平成6年、排出ガス規制に伴うフルモデルチェンジにより、RB 系は RX 系とシリーズ名を改め、名称森エッセに改められた。同時に AB 系は製造中止となって、ラインナップから消えるが、1996年に、 トヨタ自動車からの OEM 供給によるリエッセ2を発売し、このクラスをカバーするようになった。1995年8月28日デビュー。車幅2メートル、全長7メートルクラスの小型バス、マイクロバスである。リアエンジンリアドライブの小型バス、レインボー RB をフルモデルチェンジする形で新発売された。先代のレインボー RB のイメージを払拭し、 1990年7月にデビューした初代セレガと統一感を持たせるため、全体的に曲線、曲面を多用したデザインとなり、ヘッドライトの部品をセレガと共有、ヘッドライト周りのデザインはセレガと共通とされたバスラーマインターナショナルの開発者インタビューでは、セレガの妹、日ノバスファミリーのバッシュと位置づけられている。DS セとは、英語のリムジンと、 フランス語のコンテス、コムテス、イコール伯爵夫人を合わせた造語。日野自動車はかつて、伯爵夫人のイタリア語である、カンテッサ、コテッサを、自社の乗用車名に用いていた。発売時は、コンフォタブルリムジンリエッセというキャッチフレーズで、花柄の服をまとった金髪の外国人少女が、花束を持ち、ようこそ、リエッセへ。とホホエむ広告で宣伝された。また、形式名。 RX は一台だけ作られた国鉄専用形式の試作車、日野 RX10 に続く二代目である。路線バスとしては、1995年10月16日に運行開始した京浜急行電鉄、現、京浜急行バスのデマンドバス、京急ポニー号が日本初の稼働例である。また、同年11月26日に運行開始した武蔵野市、 コミュニティバス、ムーバスでも採用され、ムーバスの成功によって、コミュニティバス車両としてのリエッセのイメージが定着した。京急ポニー号も、ムーバスも、開発段階から京浜急行電鉄や武蔵野市が、使いやすい小型車両を求めて、メーカーに打診し、レインボー RB のフルモデルチェンジ車として、リエッセを開発中であった、日野同社が協力した点が一致している。また、 車両のユーザーであるバス事業者や自治体からの具体的な要望は日の自動車側にも車両の開発にフィードバックされている。そうして完成したのが画期的な小型バスであるリエッセだった。マイクロバスでは唯一のリアエンジンリアドライブ方式車、車検証の車体の形状欄もリアエンジンである。定員確保やワンマン機器取り付けなどで有利なため、 コミュニティバスで多く使われるようになった。2ステップバスであり、車椅子での乗降のため、1997年に路線仕様にステップリフトバスが追加された。小型路線バス、自家用バスや貸切バスとして、また中国バスのフライングフィッシュ号、オーシャンライナーなど高速バスでも採用例がある。マイクロバスには珍しく、空気油圧複合式ブレーキ。 いわゆる AOH ブレーキを採用している。その他のマイクロバスは油圧ブレーキ。全グレードに四輪、エアサスペンションを標準装備したことも特徴である。トランスミッションは、デビュー当初から PBRX まで、5速マニュアルと3速オートマチック、KCRX ではオプションが用されていたが、2007年6月のマイナーチェンジでオートマチック車の設定が抹消され、 BDG-RX からは、マニュアル車のみとなった。最小回転半径は、クラス最小の5.8メートル。非常に小回りの利く設計は、境愛路線で、重宝された。また、ツーステップ車のため座席店員もポンチョより多く、取れた。リエッセの生産終了後、境愛路を運行する路線で、ノンステップバスのポンチョに代替された後、従来の経路が通れなくなったり、 積み残しが発生するなどして、ルート変更を余儀なくされる、ケースあった、例として、西武バス上借人営業所の泉38系統、大泉桜高校線など。なお、コミュニティバスで見られる、CNG 社は、メーカー純正オプションではなく、株式会社フラットフィールド、共同バスグループの株式会社共同が改造を、担当している。 1996年6月より、トヨタ自動車へ、コースター R ーとして、OEM 供給されたが、2004年8月に、中止された。また、イスズ自動車からは2003年11月より、ジャーニー J として、d s セの生産終了まで販売された。2006年3月、d s セをベースとした路線向けノンステップバス、ヒノポンチョが登場したが、d s セのステップリフトバスは、 車両本体価格が約500万円安いこともあり、ポンチョ1、541万円、リエッセ1、47万円、ポンチョ登場後も引き続き2011年8月まで販売されていた。2009年4月、東京都市大学がリエッセをベースにした水素燃料エンジン搭載バスの開発に成功した。日本自動車研究所の技術審査を通過して、 国土交通省からナンバープレートを取得し、水素燃料エンジンを搭載したバスとしては、日本初となる行動での走行が可能となった。1995年8月28日、平成6年排出ガス規制に適合して、新発売。エンジンは、J05C、排気量5.3リットル、出力107キロワット、145PS と、ターボ付きの J05CTI。 排気量5.3リットル、出力1 2 9キロワット、175PS の2種類。ステアリングホイールと運転席のメーターパネルは、ライジングレンジャーと共通のものが採用された。全グレードに4輪エウェアサスが標準装備された。トランスミッションは、標準仕様で5速、マニュアル、オプションで3速オートマチック。ABS は、ターボエンジン車に、オプション装備。 路線仕様は前扉折り戸、前中日折り戸が用意された。1997年12月8日、路線仕様にステップリフトバスを追加。中扉に車椅子用のリフトを装備したもので、バリアフリーの観点から、路線バスやコミュニティバスでも多く採用された。1999年6月21日、平成10年排出ガス規制に適合。全に ABS、 観光仕様のマニュアル車に ES スタートが標準装備された。オートマチック車はシフトレバーの形状が変更され乗用車と同じ P レンジ装備された。標準出力エンジンは 110kW、150PS にパワーアップした。またグレードにトップドア前折り戸の用自専用車が追加された。定員時五52名、大人3名。2001年7月24日。 平成12年騒音規制に適合。エンジンはターボ付きの J05CTI、排気量5.3リットル、出力1 2 9キロワット 175PS に統一される。路線仕様は前扉仕様が廃止され、ステップリフト付きの全中比のみとなった。観光仕様は固定窓装備の最上級グレード、エクセレントサルーンが廃止された。 2004年8月24日、エンジンを J05DTC 型、排気量4.7リットル、出力132キロワット、180PS に変更して、平成15年排出ガス規制に適合、国土交通省、超低 PM 排出ディーゼル車85%低減レベルの認定を受けた。 東下機保安基準適合のためフォグランプがヘッドライト内蔵からバンパーへと移設された。幼児専用車が廃止。エンジンの出力アップに伴い、MT 車のファイナルギアレシオ、最終減速比が900から4.100に変更されている。2007年6月5日、マイナーチェンジを行い、平成17年排出ガス規制に適合。国土交通省、 低排出ガス重量車、平成17年基準 NOXPM10% 低減に認定された。エンジンは J05D 手形に変更。トランスミッションはパワーシフト式5速マニュアルのみで、オートマチックは従来採用されていたエクセディ社製のミッションが製造中止となったためレインボー HR と共に廃止された。また社名ロゴが変更され、 ディエスよりもヒノの文字の方が大きくなった。観光系の下級グレードには、スイングドアがデラックスでは、床下トランクルームがそれぞれオプション設定された。2011年8月、ポスト新長期規制、平成22年排出ガス規制をクリアすることなく、製造中止となった。今後路線系については、同年8月にポスト新長期規制に適合したポンチョ。 HXK がカバーする。また貸し切り及び自家用向けは事実上、DSC2 がカバーすることになる。DSC を、日野の親会社であるトヨタに、コースター R として、OEM 供給しているのに対し、その見返りとしてトヨタからコースターを、OEM 供給して、日野ブランドで販売している小型バスである。詳しい車種説明は、トヨタコースター3代目、B40。 5 0系 a 1992年から2017年を参照。1996年6月発売、レインボー AB 系の実質上の後継者で、ラインナップはコースターと共通である。コースターとの違いは、社名表記の位置、コースターは後ろなのに対し、リエスセ2は前、助手席セーフティウィンドウとリアガラスの日のロゴの表記、のみである。 2011年8月22日、平成22年排出ガス規制に伴うマイナーチェンジ。日野が販売しているバスのうち、伊子図開発担当者並びに、トヨタからの OEM 社では初めて、エアーループの名称を採用し、2015年1月13日の改良では燃費を向上させ、1 1 0ット、150PS、エンジン搭載車は、 平成27年年比基準を達成。客席シートに L 厚手3点式、シートベルトを、補助席には L 厚手2点式、シートベルトを標準装備とした。またリクライニングの標準化、シート形状の改良を行った。マカオの奇跡車路有限講師と新徳国旅では、コースター同様ミニバス、として導入している。奇跡は5足。 マニュアルトランスミッション、新徳国旅は6足オートマチックトランスミッション。詳しい車種説明は、トヨタコースター4代目、B60、B70、B80 系、2017年タイを参照。OEM 元のコースターが2016年12月22日に4代目、モデルチェンジしたことを受け、その4日後の同年12月26日に、 リエスセツも2代目、へ、フルモデルチェンジすることが発表された。なお、発売は、OEM 元のコースターに先行して2017年1月6日からとなった、OEM 元のコースターは2017年1月23日、発売開始。2018年6月22日に、前日のコースターの一部改良を受け改良モデルを発表、7月2日発売。 用事専用車を除く前車に歩行者の検知にも、代用したミリ波、レーダー、フロントバンパー中央に装着目カメラ、フロントウィンドウ上部中央に装着方式の PCS、衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報、オートハイビームが標準装備された。なお、商標権の関係で、トヨタセーフティーセンスの故障は使用されないほか、レーンデパーチャーアラートは、 車線逸脱警報に置き換えて称される。2019年7月19日に前日のコースターの一部改良を受け改良モデルを発表8月1日発売。エンジン各部の強調制御が適正化された新型エンジン N04CWA 型 GX のロングボディ AT 車 EX の AT 車は N04CWB 型に換装するとともに 高性能触媒 d p r と尿素 SCR の採用により平成28年排出ガス規制に対応するとともに全社平成27年度燃費基準 N04CWA 型等の一部グレードはプラス5%を達成 LXGX には2スーパーロングボディ車コースターの超ロングボディに相当が追加設定された 1996年6月販売開始。コースターを DSS2 として日野に OEM 供給したのと引き換えに DSS をトヨタにコースター R という名前で OEM 供給。形式は k c r x 4ジャ h ッとラインナップは路線仕様がない以外 DSS と同一。1999年に平成10年排出ガス規制を クリア、形式は、KKRX4JAFET となる。その後、イスズエ、ジャーニー J の名前で供給するため、平成15年排出ガス規制をクリアすることなく、2004年8月に、販売を中止した。2003年11月発売、イスズエ、OEM 供給を開始。形式は、KKRX4JAFET、ラインナップは、DS と同一。 2004年8月のマイナーチェンジで平成15年排出ガス規制に適合国土交通省超低 PM 排出ディーゼル車85%低減レベルの認定を受けた形式は PBRX6J4 値となるこれより OEM から統合車種の扱いとなる2007年6月にもマイナーチェンジが行われ平成17年排出ガス規制に適合 国土交通省、低排出ガス重量車、平成17年基準 NOX、PM10% 低減に認定。形式は、BDG-RX6JFBJ となる。2011年8月、リエッセと同様にポスト新長期規制、平成22年排出ガス規制をクリアすることなく、製造中止となった。貸し切りや、自家用向けは事実上、ジャーニー。 日産、シビリアンの OEM 社が顔することになるが、小型路線バス及び小型ディーゼルバスは、イスズのラインナップから姿を消した。なお、現行のイスズジャーニーは、ガソリンエンジンのみの設定である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。